私がやっている、欠かさずやっているこう準備運動、手が冷たくなってる時に早いフレーズの練習とかすると怪我とかしますんで、腱鞘炎になったりとか、そういう風なのを防ぐためにスタジオ入る前にちょっと10分ぐらいやってから、そういう、こう準備運動みたいなつもりでいつもやってます。でもちろんこれをすごい速いスピードでできるようになると運指の練習にもなりますんで、できれば毎日10分とか欠かさずやった方がいいと思います。ではいつもやってるフレーズをゆっくりやりますんで、最後のフレットまで上がって、で最後のフレットまで行ったら最初のフレットまで下がるっていうのをやってます。私なんかいつも日頃何も考えない時はこれぐらいですね。これでこう弱く弾いたり強く弾いたり、右手が3フィンガーで練習したり、これ全部切るようにスタッカートで弾いてみるとか、全部つなげて左手だけでレガートで弾いてみるとか、いろんなバリエーションで練習してみるのもいいと思います。3連符で跳ねてみるのもいいと思いますね。